さんこんにちは、ゲンジと、あずさです。初コラボです。お願いします。イエーイ、めっちゃ嬉しい。あさみ、イエーイ、ブーヨー。地元の3人でお届けしております。トップファッションユーチューバー、はい、そうです、トップ。うん、ありがとうございます。ファッションユーチューバーのゲンジさんと、はい、もう一個ね、あのウォーマン、ウォーマン、ウィメンズね、ウォーマン、うん、頭脳王で一緒に活躍されているあずささんでございます。いいよ。まあね、この共通点は結構あるんですよね。はいはい、ありますね。まずはゲンジさんは地元の先輩です。イエー。なおかつ私のお姉ちゃんの同級生でもあります。はい、あずさもそうだね。そうです。あずささんも私のお姉ちゃんの同級生でもあり、なおかつ私のね、あの同級生の幼馴染のこのお姉ちゃんっていうね、すごいいろんなこの縁でつながって今日集まっていただきました。そうなのよ。で、しかもさ、あの引っ越す前はマジ家近かったよね。超近いっす。地元のイオンでもしょっちゅう会ってました。しょっちゅう会う。 YouTube 始める前に、うん、今働いてる地元の、まあ、イオンがあるんで、そちらの方で働いてたから、うん、そう、ここで、しかもあずさんもそこのイオンで働いてたんだよ。そう、そうだ、この3人はイオン出身。イオンは YouTuber 制作しがち。もうほんとイオンで会うたびに、もう芸人辞めて YouTube の世界来いと言われてました、うん、そもそも僕が、あの渡辺エンターテインメント所属のお笑い芸人だったんですよ、当初。で、その時にお笑い芸人になりたいって言ってて、で、地元のお祭りの時に、あの芸人さんって言って、おー、あさみみたいな、久しぶりみたいなやったら、あの、僕、あ、私、お笑い、お笑い芸人になりたいんですけどって、あの、じゃあ僕の芸、あの、ライブ見に来たらみたいな、っていうところから、そう、どんどん本当になっちゃうから、え、なっちゃったと思って、どうしようみたいな。初めてお笑いライブ見に行ったのが、芸人さん。うん、パンパンパルメザン。恥ずかしいな、パンパンパルメザン。そう、初めてお笑いのライブ見に行って、うん、あ、私絶対芸人になるって決めて、同じ渡辺陽水所に入って、うん、結局卒業して辞めて、芸人辞めて YouTuber っていう、同じ道ですよ。小中も一緒ですからね。うん、そうだね。全部同じ道。同じ道。同じ道。ウェイよー。一つ間違ってんの、売れてないだけ。いや、売れてないだけ。いや、この動画きっかけに売れると。ということで本日の企画は、いやー、ファッション YouTuber、現地と禁断な質問コーナーやってみたー。パワープラス見ていったらやっぱ木板ということで、うん、今日は私は食べかけじゃなくて、なんだっけ、食べかけなの。食べかけは嫌だな。あの、使った余ったやつ持ってきましたんで、うん、いいね。今日はね、海外のお菓子を木板しながら質問コーナーにやっていきましょう、思います。はい、ブドウグミ、うわー、美味しいよ、マジで木板動画じゃん。これフットサルボールグミ、うわー、中国のフルーツテープ、はいはいはい。うん、フルーツガッシャーズってジュース、すごい、ね、ジュース入りキャンディって、飴の中からジュースが出てくる、飴の中からジュースが出てくる、それがセロハンテープ、食べれるセロハンテープ、危ないね。危なくなってきたね。これが、うん、食べれる紙、色紙みたいな、そこに書いて食べるのがこちら、うん、フードペンって食べれるペン、俺今日で死ぬの。俺、これら全部だって俺死ぬぜ。、うん、はい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 、これいっぱいあるんでちょっと並べていきたいなって、うん、思います。これ何なの、なんか思いますって言うてるんですもん、なんかその、うん、YouTuber 独特な、うん、独特な独特な、うん、独特な、あ、独特なやつを出したくて、はい、思います。今度チャンネルでもよかったら、 OK、 やります。次の洋服着たいなって思います。OK、 ぜひ使っていただきたいなと。これ口で開けるんですよ。いや、口で開けなくてもいいんだよ。こうやって、こうやって。こうやってやってるんですよ、みんな。え、初めてですか。すごいね。そう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 、すごい、初めての感じ。あさみが成長したな。そんなことないですよ、ガキンチだったから。歯割れるかと思った。これが食べれる紙って言って、うん、このペンで書いて食べれるんですよ。、うん、だからこれ仮に全部嘘だとしても、これ本当ですよ。じゃあ信じちゃうからね。本当ですよ、食べれる紙なので、うんうん、疑い余地ないから。これちょっとサムネでちょっと工程やりたいんで、うん、なんか書いてください。はい、書きます。お笑い芸人辞めた理由がつまらないからだからね。普通に現地に同じですよ、うん、なんだろうな、わかるかな、D 下手くそだったかな。わかります。はい、ということで、イエーイ、並び終えたぜ。いただきますの、ね、儀式あるので、ちょっとやってもいいですか。あ、はい。で、あれね、あずさんはフェードアウトしたんですけど、後ろにいますので。あ、いますので。はい。こちらにいます。はい。いただきます。ピヨー。
ビン。あー、一個大きい。潰れた。一応説明しておくと、全部がもう食べ物。はい。食べれる。全部食べれる。食べれる。早速食べていい？食べてください。ん？元気で。待って、ぬめってしてんだね。そうです。パリじゃないの、ぬめってしてんだね。ぬめってするんですよ。うわー、無だね。いや、美味しくも、あ、でもちょっとほんのり甘いわ。食べ方も。あ、そんな感じでね、豪快にね。もっぱん系 YouTuber の先輩に見習って。あ、そうだそうだ。うん。初めてですよね、海外グミ。グミ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 おかしくなっちゃった。韓国日本のお茶。猫食べてほしいの。うん、これ食べてほしい。これあ、それでもいいよ。何でもいい。初めてでしょ、だって。初めて。何これ、なんか入ってんの。入ってる。わしはこれ美味しいと思って。うん、匂いうまい。何味？ふ、中に血。うまいうまいうまい。源氏の血。なんて言ってんだこれ。え、じゃあこれ緑、うん、じゃあ、あずさん食べます。え、美味しいっすよ、ほんとに。あれ、美味しくない。こんなリアクション。美味しくないですか。美味しいかな。食べれる範囲ですよね。うん、食べれる2回目行こうと思えないね。美味しいっす。うん。最近食べた中で結構ダントツで美味しいっす。どうですか？うまい。美味しいですよね。酸味から奪い取ったからちょっと倍うまい。え、これマジで美味しいっすよ。果汁グミみたいな。あ、そうそう、果汁グミみたいな感じです。それもう一個食べたい。え、いいっすよ。おかわり。おかわり入りました。はい、うん、そういう感じでちょっと質問をね、うん、持ってきました。答えられる範囲で。はい。で、答えていただけたら、あの、まあ、すごい、好感度上がるよっていう。上げてーせー。上げてけ、上げてけ。まず1問。はい。今、はい、一番なんかコラボした YouTuber います？コラボした YouTuber？ うん、全員、受け付けてるぜー。そういうんじゃなくて、違くて、普通に、コラボ、本当に聞きたいの。あんまコラボのイメージないよ。アサミとコラボしたかったよ。いや、嘘。嬉しい。びっくり返しよう。ドカーン大の字で言う。違くて、本当に気になるの。あ、でもそれこそあのあれじゃない？あの一人の男性 YouTuber 系だ、あの加納くんとか瀬戸康史さんとか、あとは誰だ、ヒカキンさんとか、はじめ社長さんとか、まあなんかそこら辺とコラボした。ちょっと前まで、本当に3年ぐらい前にたまに遊んでたのがマッケン。わお。そうそうそう。わお。は遊んでたけど。おお。でもなんか、マッケンの匂い。いや、ねえわ。残りがねえわ。マッケンの匂い聞きたい。いやいやいや。今までの最高月収。最高月収、わかってますよ、これ。だってもうね。YouTube 他にもね、アパレル企業をね、やってますしね、うん、洋服も売ったりね。月収ね、うん。体は売ってないですよね。体は売ってないです。ちょっと。全部の売り上げ聞きたいです。え、これ、うん。ピー入れた方がいいですか？まあ、編集の時の浅見の判断で任せるよ。いや、怖いから入れます。うん、え、あの会社はだいたい月に、まあブランドやってて売り上げだよ、そのそこで利益とかはまた変わってくるけど、うん、いや、マジすぎてちゃんとリアクションできてないじゃん。想像してた単位を超えると思わなかった。なんか人ってこんなにそういう額聞いたら意外と無言になるんだなと思って、よく見るなんか YouTuber さんいますか？よく見る、でも俺は、岡田斗司夫さんのキリヌキチャンネル。誰ですか？ご存知ない、やばい、ご存知ない。とか、ご存知がない。ご存知がないよね。60代ぐらいね。意外、なんか意外とファッション系見ないですか？意外と見ないね。
うん、まあ僕が売れた理由、まあありがたくもたくさん見てもらえてる理由って、あのファッション系以外を積極的に見たからであって、例えばだからさっき言ったヒカキンさんの要素をじゃあファッションYouTuberに取り入れたら どうすればいいかなって、例えばモッパン系の人だって言ってもモッパン系の中でしか完結しないから、わこのモッパン系新しいなと思われるためには他のジャンルをモッパン系に絡めると伸びるから。見たか底辺 YouTuber。 いやお前なんで、お前なんで上になってんだよ今の話を聞いたのに、うん、すごい洋服あるじゃないですか。すごい洋服ありますね YouTube とかで、うん、まあ、使った洋服の金額、でも年間1200万円ぐらい洋服買ってて、すごい声出てないじゃんでもまあそれが置き始めたのが2年ぐらい前からだから、まあトータルで5000万とかで、これユーチューバー歴何年か。ユーチューバー歴は5年ぐらい。え、同期います？北の内市かな。ご存知あげない。ご存知あげない。こっちのベタベタしてるよく行けんね。すごいね。うん、あの憧れてる人いますか。憧れてる人？あんなんなんなんつ。こういう風にもっと俺も売りたかったみたいな。結構グループ系は憧れるよね。わかる。わかるよね。全員、一人 YouTuber 全員言うから。マジでわかる。本当に。悲しくなる。いろんな YouTuber さん、会ってきたと思うんですけど、うん、あーめっちゃ可愛かったなとか、うわーこいつめっちゃエロいなとか、あーかっこいい。彼女の前なんだよ。あーまじ、すいません。あれめっちゃエロかったのはっていうのないけどな。でも基本的に女性、まあ男性も含めみんな可愛いし、みんなかっこいい、みんなやっぱでもオーラありますよね、やっぱし、うん、だって動画で見るよりも生の方が絶対かっこいいっすよ。ええー、でもあの私小学生の顔知ってるんですよ、うん、中学の顔変わったからね俺ね、小中の顔知ってるから、うん、それを見てから見ると、うん、全然、画像あの浅見の送っとくから編集でここに貼っといてイエーイ。じゃあこれちょっと禁断な質問いいですか。はい。31人の YouTuber 伸び会あるじゃないですか、うん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 、あのちょっとまあいろんな方が炎上させられた、させられた、はい、やつ、うん、あの呼び会で誘われてました。誘われたよ。え、誘われた。え、嘘でしょ。いや誘われたし、いやマジマジマジ。ええ、これは結構冗談で聞こえた。誘われるわけねえだろうっていう、そういうノリで今聞こうと思って。ノリでしょ。いやいや、あのがっつり育ちが誘われた、で、当日本当にマジ行くって言ってたんだけど、いやまあさーってコロナだけどさー付き合いがさーみたいな、でずで7こう1時間2時間3時間どんどんあの遅刻したので、その様子見かねてもうやめたらみたいな、まあそうだよなって言ってお腹痛いって言って断って、でそれで1週間ぐらいに俺およ様子がおかしいぞみたいな、でネットがなんか騒ぎ始めて、あぶねえみたいな。でも本当にあの渋ってたから、その行くのがもうすごくうなずいていくと、うん、からなんかまあ彼女いなかったとしても行かなかったと自分に信じたい。じゃあ行ってたら、うん、源氏さんもすいませんしょってその動画上げてたんですか。上げてた。それもそのうち見たかった見たかった見たかったかもね。今後のなんか最終目標みたいな、まあ YouTube がいいかな。物販系で売れることです。いや私物販系で売れることです。私入れるからダメですよ。なんだろうな。まあこのまま発信続けて100万人来たよね、リゼではね。でも70ぐらいます。70だからもう100いったらマジで泣くと思う、さすがにそれは。うん、男の人はぜひ源氏さんフォロー、あフォローで登録してください。お願いします。じゃあ最後に2人に質問をしたいなと。うん。うんうん、でもさ今カップルユーチューバーめっちゃ分かれてるじゃないですか。うん。絶滅危惧種に近いこのお二人は、やっぱ YouTube 通して喧嘩とか、うんまあ、言い合い、うん、でちょっとなんかその別れの危機、その YouTube のせいでみたいな、うん、いや俺らマジで喧嘩がないの、うん、そんなこと言ってなんかこうしたらみたいなとか、うん、逆にこうしてほしいみたいなマジトーンで言われることもあるし言うこともあるんだけど、その時はなんかそのはとかなんない、あ確かに、うん、私、うん、オフのお二人見てるじゃないですか、うん、めっめっちゃなんか穏やかだなと思ってみたいな。お互いすごいなんかいい意味で気遣ってるんですよ、お互いのこと、いい意味で。へ、お互いのこと配慮し合ってるなと思って。いやーなるほどなるほど。はい、あ終わりでーす。へーもう終わり。もう、ね、聞いたこといっぱい聞いた。はいということで。はーい。皆様どうでしたでしょうか。はい。どうでしたでしょうか。どうでしたでしょうか。どうでしたでしょうか。はい。はい、ではパワープラスで初コラボは地元の大先輩の。やめて！延長する延長する！ダメや
全然こいこいいやいや遅いわ遅かった。源氏ポッパンで遊ぶで炎上しますよ。男の子さん動揺して男の子さんって言うんじゃん。なんか下に見てんのか上に見てんのか。男の人は、男性の人はとかって男の人は、あ、そう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 、源氏ウィメンズチャンネルでパープルあさみをあのビフォーアフターさんで、ぜひそちらご覧ください。はい、女性の方は、源氏ウォーメンズを、ウォーメンズをよろしくお願いします。登録お願いします、はい、ということで皆様、動画最後まで見てくださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、これ大事、無断転載無断転載してください。 TikTok 切り抜きお願いします。次31人飲み会、それからぜひ行ってください。今はいいんじゃない、もうご時世的に。